論文ユーチューバーサスタニアです。よくですね、令和は共感の時代と言われるように、いかに個人に共感を集めて、それをフォロワーにして、で、なんかあの、応援してもらうかみたいなことを、僕もですね、やはりユーチューバーの一回としてよく見たり言われたりとかするんですけれども、で、やっぱりユーチューバーとしてね、なんか、やっぱ、 SNS、SN 共感 SNS というこの本があって、最近この本を、あの、実は本棚で見つけてちょっと読んでみたんですけれども、この本に書かれているのは、自分の発信している内容、それをですね、発信を通じて、こう、フォロワーに対して、こう、共感を集めて、で、その共感を、ね、あの、自分の応援してくれる熱量に変えて、それで、こう、仕事をしていこうみたいな話で、ああ、なるほどだな、自分も共感を集めなきゃいけないんだな、というふうにですね、やはり、こう、インターネット芸人の端くれとしては思ってるわけなんですけれども、 まあそもそも共感って何だろうっていうのをですね、ちょっと考えるわけですよ。どういう時に共感が起きて、あるいは起きなくて、で、それぞれの性質はどうなのかっていうのをですね、やはり論文 YouTuber としてはちょっと考えなきゃいけないのかなというふうに思,思ったりしてて。で、どういう本がいいかなと思って探したんですけれども、このアダム・スミスのですね、道徳感情論こちらですね。 これが結構いいんじゃないかなと思って、ね、今回はですね、この本の内容をちょっとょ紹介していきたいんですけども、えアダム・スミスって、あの、国府論で神の命ざる手、まあ、神っては実は言ってないような話もあるんですけど、神の命ざる手って言って、市場に全部任せろって言ってた人じゃん、経済学者じゃんっていう風に思われるかもしれなくて、まあ、実はですね、まあ、僕もそういう風に思ってた節があるんですけれども、まあ、そもそもですね、まあ、この神の命ざる手っては市場に任せろっていうのはもうそもそも誤解ですと。 その神の、あの、に任せろっていうのは、あくまでその共感によるその正義のもと、任せる部分を任せてっていうことなんですよね。だからもう前提として、そもそもその共感とその正義っていう話を語られてるわけで。 でアダム・スミス自身も,自身もですねもう経済学者としての顔が結構知られてると思うんですけどそもそもですねこの道徳感情論を書いたのは国府論の前で,でしかもアダム・スミス自身もですねもう倫理学の教授としてあのバリバリあのやっていたこともあってそもそも出自としてはそういった徳道徳そういったことの話の方が強いわけですねでこの道徳感情論もですねその徳とは何かっていうのを語ってる箇所もあるんですけれどもまあ、今回はそれは触れないんですけれどもあの 共感ですね。共感とは何か、どういう時なのかっていうのをですね、もうアダム・スミス先生がですね、もう明,明確に分かりやすく語っているので、これちょっとあの参考に学んでいこうかなというふうに思います。でそもそも共感とは何なのかっていうと、まあ、人,人という、ね、生きている時にですね心にかけ、心をかけずにはいられないという、ね、生まれ持った性質、そのことを共感と言います。で まあだからある程度こう消毒的に持っている性質であってまあみんな人間ならしもまあ基本的に持ってるよねっていう性質ですね。で心からの共感ってどこから発生するのかっていうとアダム・スミスはですね家庭で生じるというふうに言ってますストーリーですね。だからある情念まあ感情が表に出たものをですね受けてで共感するかどうかっていうのまあ共感するかどうかどれぐらい深く共感できるかっていうのは なぜその情念が起きたかっていうその過程由来にを知ることで初めて人は共感できると。まあもちろんですね、痛とかなんか苦しんでる姿を見たらある程度は共感できるかもしれないんですけれども、それよりもなぜ痛がってるのかというか、あるいはなぜ辛そうにしてるのかっていうそのですね、過程を知ることによってじな、この観察者って呼ば言ってるんですけども、その見てる人がですね、あ自分のことにこう、 置き換えて、あ、自分もこういう立場だったらこういう感じ、感情になるだろうな、嬉しいだろうな、辛いだろうなっていうのをこう想像することで初めて心からの共感っていうのが生まれるわけです。だからですね、よくこうストーリーを語れとか、あの、なんか物、プロダクトなんかものがあったりとか、なんか、この人間がやっていくときにですね、その羊とか揺らいっていうのを結構語れっていうのは、その過程で共感をが生じるわけで、その過程をしっかり話そうと。逆にですね、 あの、こう、結果が求められる仕事で、こう、過程を話す。こう、俺、こんだけ努力したのにっていうのは、共感が欲しいがために、その、俺が努力したんだとか、こんだけ頑張ったんだとか、あるいはこんだけ苦しいっていうのを、この、苦しさの過程っいうのを話してしまう。そういったところがあると思います。で、より欲してるもの、より必要なものっていうのは、喜びの共感よりも悲しみの共感なんですね。だから、なんでしょう。喜びの共感っていうのは別に、それ、あの、 会ってもななくてもも構わないと。まあ、もちろんあった方があのよりただ単に誰も共感されない喜びよりも倍化されてあの増えて増し増しになってくるので嬉しいんですけれどもそれがなくても別に嬉しいとただし悲しみの共感は違くて、まあ、共感がないとですだからあの悲しみ悲しい気,の気持ちがですね和らぐことができないから共感されることによって自分のことが和らあの共悲しみが和らぐが 出られるとだから、より必要なものっていうのは悲しみの共感なんですね。だから、まあ、これはですね、ネガティブな情報が氾濫してると、こういうなんか辛い、悲しい、厳しいエピソードみたいなのが、こう、よりこうポジティブな話題よりもですね、広がっていくっていうのは、人々がですね、その悲しみの共感っていうのを欲してるっていうところの表れなんじゃないかなというふうに僕は考えています。で、とはいえですね、当事者と一致するっていうのは結構難しいわけです。もちろん、この、当事者が、こう、 感じた感情を表に出したときと、それをですね、見た人っていうのはもちろん感情のズレっていうのはありますよね。だからそのズレをですね、どういう風に捉えていくかっていうの結構重要になってきます。で、まあ、当事者はですね、観察者まで下げようとすると。これはどういうことかというと、まあ、かな、かな、すごい辛い事,事実があったと、事件があったときに、まあ、当事者はまあ、当たり前ですけど、めちゃめちゃ辛いわけですよね。でも見てる人は、まあ、もちろん、まあ、その話をして、 聞いて、まあ、それを置き換えて、まあ、ある程度、そう、想像はできるんですけれども、その、当事者に比べると差があると。だから、当事者は、その、見てる人にまで、こう、下げようとするわけです。こう、共感を生むために下げようとする。まあ、それでも下げられないのが悲しいっていう、あの、感情なんですけれども、だそこに、この下げようとすることによって、まあ、平静や落ち着きみたいなのが生まれるわけですね。だから、悲しい気持ちがあった時にですね、人に、人と話した方がいいとか、あるいは、こう、なんでしょう、この話を通じて、こう、 共感を得ようとするというのはそう共感を得ようとする時にその平静を落ち着きこの感情を下げようとするこの取り組みがあることによって心が落ち着いたり平静になっていくというふうなプロセスがあります。でまあそれが心の安寧につながるんですけれどもこれをめちゃめちゃ極めると生きすべき得といいう,うに言っていますだからどんなに、ね、辛い状況があってもまあこう。た 観察者が共感できるまでに、レベルまでに落とせる人間っていうのはですね、それだけ自精心があって共感が持てると逆。まあ普通の人間はですね、例えば親族に不幸があったりとか、非常に辛い出来事があったりしたらですね、もちろん平成を取り繕ろうとはするんですけれども、取り繕ることができないわけですよ、普通はですね。ただそこを完璧にですね、こう、観察者のレベルまでこう、落ち着かせることができるっていうのは、それはすごいことだと。それは素晴らしい得だ。そういうふうにアダム・スミスは言っています。 逆にですね、観察者は当事者まで、あ、なるべく上げようとする。まあ想像力を豊かにして、こう、ど、あ、この人はどんだけこれ、こういう気持ちがあったんだろうな、辛いな、すごい、嬉しいな、悲しいなとか、そういったところをですね、なるべくこう想像力をたくましくしてあげようとするんですね。で、それが、まあ、白愛心の発揮というふうに言われて、で、その後に愛すべき徳ということで、まあ、なんでしょう、いろんな人がですね、いろんな感情に至ったのをさ、なるべくこう共感しようと、こう、 こう想像力を働かせるっていうのはですね、なんか、その人にかん対してこう関心あって、で、はじ、で、それをのストーリーを聞いて、で、自分に置き換えることで初めて共感っていうのが生まれるわけですから、まあ逆、まあんでしょう、この、その人に愛その人への迫愛の気持ちがないといけないわけで、で、それをですね、なるべく実践できる人間っていうのは、まあ、愛すべき徳があると。で、アダム・スミスはその愛、この愛愛、愛すべき徳と、愛すべき徳と、 この異形すべき徳この2つをですね素晴らしい徳だというふうに言ってるんですねはいえー、ででそれぞれの場合についての情念と共感で情念って何かっていうともうかんお表に出てくる感情ですね痛いって思ってもこうそれを受けた自分の気持ちをどれぐらい発,信す,発信するかまあなんかすごい気持ちいい辛い悲しいとかっていうのをどれぐらい発,信され発出されたかそれが情念なんですけれども まあ、身体に由来する情念っていうのは、まあ、基本的に抑えろと。みっともないと。まあ、痛がるなと。そういう話ですよね。あるいは、なんかこう、すごいプラ、なんか、あい、なんか、なんでしょう、こう、この、この人と、このなんでしょう、や、やりたいとか、そういった、なんか、エッチな話、エッチな話とかも、まあ、基本的にまあ、抑えろと。みっともないよと。まあ、恋愛などの情念はですね、逆に、 ま、恋愛自体にそういったきも、なんか共感っていうのは起きないんですけど、恋愛からもたらす希望とか苦しみ、悲しみっていうのに共感するわけですね。だからよくこう、恋バナとかするときに、まあ、これこれとこういう人があって、こういう、なんちゃら、なんちゃら、なんちゃら、なん,ん,んちゃらってストーリーを喋るっていうのは、そのストーリーを喋ることによって共感が生まれて、で、かつそのストーリーからですね、あ、これはこういう希望があるだろう、こういう未来があるだろう、逆に、あ,あ、厳しいだろうな、辛いだろうなって、そういう、そういうことが生まれることによって、その、 恋愛にか対してこう共感が生まれる。そういうふうに言っています。で、まあ、悲しみ、憎しみ、怒りっていうのはですね、まあ、基本的に共感を生むためにはすごい、あの、条件があるわけですね。まあ、鼻肌に、鼻肌しい、もう、もう、信じられないぐらいの挑発を受けたりとか、もう、それに値するような行為を受けた時にですね、 まあ、すごい、こう、抑えようとしても抑えきれないっていう、自戒した、吟味した結果、まあ、やむにやまれず生じると。それが、憎しみ、怒りに対する共感ですね。例えば、中心蔵とかもそうですよね。え、なんか、そう、仇をち、仇打ちをするためのですね、エピソードをこう、聞いて、で、あ、これはもう、しょうがないなというふうに、そういうふうな気持ちになって初めて共感が生まれるというふうに言っています。まあ、神話的常念、寛容慈悲、尊敬友情というのはですね、この、憎しみ、怒りに対しても 逆にですね、もうベタ褒めと。もう、まあ、これはもうめっちゃ共感すると。まあこれは素晴らしいことだ。ただし、俗世間にあんまり合わないのが玉の傷だよねっていうふうにアダム・スミスは言っています。逆にですね、その中間にあたる利己的常念っていうのは、まあどちらでもないと。自分が出世したりとか、自分がちょっと嬉しいことがあったときは、まあすごい小さいときはですね、それをこう共有すると共感を生まれるんですけど、まあ、タクルクジ当たったぞとかっていうのをですね、こう言っても別に、<laughs> ああ当たったんだねで、まあ多少、多少、 もう、多少というか、まあ、ほとんど共感は生まれないわけですよね。で、嫉妬や羨望さえなければ、喜びに共感する傾向の方が、悲しみに共感する傾向より強いっていうふうにアダミスミスは言っています。まあ、それはまあ、なんでかというと、まあ、喜びを共感すると、まあ、自分か、見てる人も気持ち嬉しいっていうふうに。 ポジティブな気持ちになりますし、悲しみに共感するのは、まあ、しんどいと。まあ、見てる人もそうですし、逆に、こう、当事者にとっても、悲しみに共、悲しみを共感するとっていうのは難しいわけですよね。それだけ抑える必要があるんですけれど、まあ、その抑える、その、容易さで考えると、まあ、喜びをまあ、多少抑えるっていうのは、喜びを自制するのっていうのは、まあ、多少、より、まあ、足だと。 難易度的には低いんですけれども、悲しみに共感すしてもらうべく、こう下げようとするのっていうのは結構辛いと。まあ、だからこそ、まあ、その下げられる人っていうのは素晴らしい、特、素晴らしい徳を持っている人だっていうふうに言ってるんですけれどもね。で、富を求めて貧困を嫌うっていうのも、結局のところ、その富に共感を集めるだけ、集めるからみんな、もう、儲けたい。 あの、お金を持ち、お金持ちになりたい。逆にちょっとあの、貧乏はやだっていうふうに言うわけですね。まあ、SNS とかを見てると、こう、副業とか、あるいは、こう、年収何百万何千万っていうふうにでこう、いかにですね、お、経済活動を通じて、俺はなんか、富を持ってるか、あるいはですね、なんか社長とか、こう、ちやほやされる権力を持ってるかっていうのもですね、結局のところ、共感を集めたいがための行為だというふうに言っています。だって、 なぜかっていうと、このね、なんかあの、調査によって、こう、年収800万以上がですね、その幸福、幸福度っていうのは変わらないわけですよ。でも、年収が上がれば上がるほど、それに得られるですね、この、羨望、眼差し、共感。まあ、すげえ、あーチヤホヤされる具合ですね。それがですね、高まるからみんなですね、こう SN、SNS とかで、こう、なんか、俺は年収何百、何千万だというふうに発信するわけですね。で、で、逆に言うと、逆に、そのなんか、年収何百万以下は、もうなんか、あまり共感されないと。なんか、普通に嫌だという。 そういうふうに言われて、こう、共感を集めづらいと。だからみんな富を求めて貧困を嫌うと。で、まあ、それがですね、身分や社会秩序の土台がなっていて、で、富や権力を持つって。で、それが富や権力を持つ人々を共感したいわけですね。まあ、いくらですね、例えば、国王は、あの、人々のしぼべだというふうにですね、こう、学説的には語っていても、でも、国王と、あの、心をか通わせて共感したら嬉しいじゃないですか。そういうことをですね、 ってるわけです、すでもちろんです。で、それからですね、貴族振る舞いマナーっていうのはですね、生まれるわけです。こう、共感を集めているからこそ、まあ、みんなが見られていると。だからこそこう、振る舞いには気をつけようということでこう、貴族的なマナーとかっていうのは生まれるわけで、逆に言うと、それだけまねてもしゃあないと。あの <laughs> 振る舞いだけまれてもあの、中身、実態が伴っていないと、ただ滑稽に過ぎないよというふうに言っていますね。で、 で、逆に、じゃあ、身分や栄養や地位を変え見ないっていうのはできるのかっていうと、めっちゃ交渉か、めっちゃ低俗か、どっちかしかできないと。まあ、人間誰しもがそういうのを求めてしまう。それ、で、それを求めないっていうのは、もう自分の思想や、か、あの、事故が確立されて、自分がこういうふうに不安あったらこういうふうに受けるよっていうのを適切にわかってる人、あるいはもうそういうのもどうでもいいって投げやりになってる人、どっちかしかないわけで。まあ、僕もですね、こういうふうにやっていて、まあ、なるべくそういったのはね、 捨てていきたいなとは思いつつも、一方でですね、こう YouTuber、なんかチャンネル登録者を増やして、チワホヤされたいとかですね、なんかこういう学術メディアとしてやっていきたいというふうに、まあめ、まあ、身分というよりは栄誉ですね、そういうのを受けたいなというふうにめっちゃ思ってるわけで、まあ、それはですね、まあ、人間としては致し方ないなというふうにありますね。で、そのそ、だからこそ、まあ、みんなそういうふうに集めたいと、尊敬を集めたいというふうに言うんですけど、そのルートとしてですね、富と権力を集めるルートと、 知恵、や、知恵を極めて徳を実践する二つのルートがあるわけですね。で、下流、いや、下流から中流とかっていうのは、その、富と権力とですね、富権力集めるのと、知恵を実践するのっていうのは一致するわけですから、一致することが多いですから、多いわけですから、あまり、 気にはならないと。ただ上流に行くと、それが一致しない傾向にあると。だから、こう、よく権力者とかお金持ちとかがですね、別に得があるか、あのー、なんか、得があったりとか、すごい、こう、振る舞いとしてすごい立派な人間だっていうふうには、必ずしも言えないっていうのは、そういう事情があるというふうに言っています。はい、という感じでですね、アダム・スミスの、あの、感情論で,ですね、もう、冒頭、まあこ、 この内容をですねはですね、実は、まあ、まだこれぐらいしかまだ語っていないわけで、まあ、これからどんどん喋っていきたいなというふうに思うんですけれども、非常にですね、こう、わかりやすくて、かつ、なんでしょう、明快だと僕は思いました。で、こう、なかなか、い、なんかこう、普段思ってるけれども、なんかこう、 ズバッと言ってくれたような気がして、しかもですね、この道東感情論っていうのは、もう今から250年前ぐらいに書かれた本で、まあ、実際めちゃめちゃ古いわけですけど、それでもなおこ、こ今でもすごい、あ確かにそうだよなっていうふうに、この、言えるのはですね、それほどにまで、こう、感情っていう意味では、人間はそんな変わっていないと。だからこそまで、なんかこう、古典っていうのは存在する、してるんだろうなっていうふうには僕は思ってるんですけれども、なんで、やはりこの、共感の時代、こう、 っていう、教官の時代を語る上では、そういった古典を読んで、こう、何でしょう、その心の動きとか気持ちとか、そういうのをより詳しくして、で、いかにですね、それを実践するかっていうのが必要なのかなというふうに思います。結局ですね、現在語られているその教,教官とか、あるいはいろいろな本とかっていうのは、その古典のをすごい薄めたというか、わかりやすく紹介してくれる本ですから、 逆に言うと、その古典にアクセスすることによって、そういったですね、人間の機微とか、そういった常に様々な議論にされていることをですね、こう、振り返ることができるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、こんな感じでちょっと矢継ぎ早にですね、共感に関してちょっと喋ってきたんですけども、なかなか面白いなというふうに思っていますので、これからもちょっと発信していきたいなというふうに思います。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。